業務上過失致死などの疑いで逮捕されたのは、ロシアの運搬船アムールの三頭航海士、ドブリヤンスキー・パーベル容疑者です。門別海上保安部によりますと、ドブリヤンスキー容疑者は事故当時、船の航海当直責任者で、先月26日、門別沖でケガニ漁船第8北高丸と衝突し、乗組員3人を死亡させた疑いなどが持たれています。 当時、霧が濃かったにもかかわらず衝突を防ぐための注意を怠ったとみられています。